ランチア LC1 は、ランチアが1982年世界耐久選手権参戦用に制作した2座席レーシングカーである。1982年により、国際スポーツ法典不足 J 校の全面改編に伴い、世界耐久選手権は、新規定のカテゴリー2グループ C で争われることになったが、国際自動車連盟は移行措置としてこの年に限り、改編前の特殊。 プロダクションカーとエンジン排気量を2リットル以下に制限した、同2座席レーシングカーの参戦も認めた。ここに着目したランチアは燃料送料規定のあるグループ C でなく、急に座席レーシングカーで参戦を起こし、この年限りのマシン LC1 を投入した。エンジンはランチアベータモンテカルロ用の1.4リットル直列4気筒エンジンにターボを装着。 当時の FIA のターボ係数1.4により2.0リットル扱いとなった。車種はジャンパオロ・ダラーラが手掛けたアルミニウム製モノコックであった。リカルド・パトレーゼ、ミケーレ・アルボレートといった一流ドライバーを投入し、ポルシェワークスのポルシェ956に対抗できるものと期待された。デビュー戦である WEC 開幕戦モンツァでポールポジション獲得。第戦。 シルバーストーンでは、このレースが、デビュー戦となるポルシェ956が燃費に、悩まされるのを尻目に初優勝を飾り、結局この年は、ポールポジション2回、優勝3回という記録を残した。富士スピードウェイで開催された WEC ジャパンにも、来日し、2位に入賞しているが、ランチアワークスが来日したのは、これが最初で最後となった。翌1983年から、 ランチアークスはグループ C である LC2 を投入し、LC1 は役目を終えた。ありがとうございます。